貞治、山川に温かい眼差し。国内フリーエージェント権を行使、去就が注目されていた西武、山川穂高内野手のソフトバンク入団が決定的であることが13日までに分かった。高の補強ポイントに合致する右の大砲には、4年総額12億円プラス出来高の工場権が用意され、背番号は25が有力。山川の獲得をめぐっては、西武が公式戦出場停止処分を課した女性トラブルの問題が大きな懸案となっていた。不起訴となっている事案ではあるが、先月15日に三笠 GM は獲得に強い関心を示しつつも、しっかり調査することが、まずやらなければならないことと徹底調査を表明。幾重にも調査した結果、球団だけでなく本社サイドも含めた総合的な判断で獲得へのゴーサインが下されたものとみられる。かねて球団は球界屈指の右のパワーヒッターである山川を徹底マーク。柳田、近藤ら左の強打者が揃う中で編成上、是が非でも欲しい人材だった。西武の4番に君臨し、プロ10年間で描いてきたアーチは堂々の218発。本塁打王のタイトルを3度獲得した正真正銘のスラッガーだ。入念な調査を経て獲得を決めたソフトバンク。その過程では世論の逆風が想像以上に強く、球団内から戸惑いの声が出ていたことも事実だ。時間をかけて組織内で協議を重ね、過ちを悔い、生き方を見直し、再起をかける男に手を差し伸べたとも言える。セカンドチャンスの権利を得る山川にとっては、最高の球団であることは間違いない。尊敬してやまない一方会長の存在は人として、野球人として、改めた生き方を実践する上で、よりどころとなるはずだ。大きな器で知られる某会長にとっても、山川は現役では数少ない打撃論を交わし合う間柄で、野球への情熱を認めてきた選手。グラウンド外の過ちを一時が万事とするか、後人として立ち直る姿を社会に問い続けるか、某会長が温かい眼差しで山川の身体、決断を見守り続けていたことも事実だった。打てないやろうな。毎試合エースを当てられたこととかないやろ。ホークスは、内川以来の4番バッターかな。いずれにしても、ホームランバッターがいれば、見る方も楽しみが増えそう。山川来るの勘弁してほしい。これで人的保障で若い有望な選手が西武に行ったら、何を考えとんやろ。王会長の温かい眼差し。移籍したら、謹慎は勝手に解除ですか？まず迷惑かけたライオンズに筋を通すのが先だと思いますが。王さん、もう余計なことせんでくれ。